さあ、というわけで今回の見どころは、ゆきらさん。いやもうこれですね、馬系男子と馬系女子がね、はい、出てきますので、ちょっと今回見どころ多いんじゃないですか、なんか尺的にもちょうどいいんちゃう。とりあえず頑張りましたよね、うん、そう、あのね、まあ、結果がどうであれ、で結果がどう、はい、結果がどうであれ、そう、黒人馬系女子、あらららうまうま女子です、うまうま女子、何を言ってるんですかぜひご覧ください。